華麗なる飛行機野郎は1975年のアメリカ映画。監督、原案ジョージ・ロイヒル、脚本ウィリアム・ゴールドマン、撮影ロバート・サーティース、編集ウィリアム・レイノルズ、主演ロバート・レッドフォードと、スティングのスタッフキャストが再結集している。また、ロイヒル監督とレッドフォードにとっては、明日に向かって撃て、スティングに続く3度目のコンビ作である。航空機パイロットを、 主人公としたドラマで、明日に向かって撃て、スティングと同じく過去の時代が舞台となっている。空を飛ぶことに魅了され、空を飛ぶことに人生をかけた男たちの生き方を描く。1920年代。第一次世界大戦終結後も、飛行機と空に見せられ続けた元空軍パイロットたちの中には、副用機で各地を回り、遊覧飛行や曲芸乗りを制御とする。 バーンストーマーになったものが数多く存在し、ウォルド・ペッパーもそんな男たちの一人だった。ある日、ペッパーが縄張りにしている田舎町に同業者のアクセル・オルソンが訪れ、互いにいがみ合った結果、ペッパーにタイヤを外されたオルソンは飛行に失敗する。上機嫌のペッパーはその夜、映画館で知り合ったメアリーと酒場に向かい、対戦中にドイツ空軍の撃墜を、 エルンスト・ケスラーとの空戦の最中、彼から敬礼を受けた話を聞かせる。そこに、オルソンが現れ、ケスラーと戦ったのは、彼のいた部隊の戦友であり、ペッパーは、戦闘に参加していなかったことを暴露する。ペッパーは、友人エズラが開発中の単葉機を完成させて、ケスラーすら達成していない逆さ宙返りを、やり遂げようと考え、 開発資金を得るために工業士ディルホーファーの曲芸飛行隊に志願するが得意技がない奴は必要ないと一周される。ペッパーはオルソンと共に曲芸を生み出して曲芸飛行隊に起用されるが次第に過激さを求める観客に飽きられていく。ディルホーファーは観客を集めるためにメアリーを飛行機に乗せることを思いつき彼女も乗り気になる。メアリーは オルソンの飛行機の翼に乗って注目を集めるが怖さのあまり操縦席に戻れなくなってしまう。ペッパーが別の飛行機から乗り移り、メアリーを助けようとするが、彼女は飛行機から転落して死亡する。ペッパーたちは警察の取り調べを受け、そこで元上官のニュートと再会する。ニュートは政府の役人となり、ペッパーとオルソンに 極芸飛行の禁止と禁止解除後に飛行士資格の審査を受けるように指示する。ニュートの言葉を聞いたオルソンは極芸飛行をやめるが、ペッパーは極芸飛行隊に残る。オルソンの代わりに飛行隊に参加したエズラは単容機で逆さ宙返りに挑むが失敗して墜落する。ペッパーはエズラを助けようとするが、集まってきた観客のタバコが原因で単容器が、 炎上してエズラが死んでしまう。激怒したペッパーは別の飛行機で観客たちを追い回したため、飛行士資格の永久剥奪処分を受ける。ペッパーは偽名を使い飛行機に乗り続けようとするが、ディルホーファーをはじめとする工業士たちは、悪評の広まった彼を雇おうとはしなかった。ディルホーファーから、オルソンが映画業界で成功したと聞かされたペッパーは、ハリウッドに向かい、オルソンの紹介で、 スタントマンとして働き始める。そんな中、ケスラーの空戦を題材にした映画のスタントマンとして、呼ばれたペッパーとオールソンは、アドバイザーとして参加していたケスラーと出会う。借金付けのケスラーは金を得るため、事実とかけ離れた内容の映画に迫役しながら、参加していたが、エズラの一件で興味を抱いていたペッパーがあることを知り、彼を自身が出演する。 空戦シーンの相手役に指名する。撮影当日、飛行機に乗り込んだペッパーとケスラーは脚本を無視して、ドッグファイトを始め、撮影を見ていたオルソンやニュートも二人の戦いを見守る。互角の戦いを繰り広げる二人だったが、ドッグファイトの影響で、ケスラーの機体が破損して、操縦不能になってしまい、それを知ったペッパーは、ケスラーの飛行機に近づき並走する。ペッパーは、 ケスラーと敬礼を交わした後、笑みを浮かべながら、ケスラー機から離れていく。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。